はい、ということでお便り会でございます。はい、お願いします。本日もいろいろとお便り読んでいきたいと思いますけれども、はい、まずはですね、リンさんかな。リンさん。リンさんからいただきました。はい、ありがとうございます。いつも楽しく拝見させていただいております。私の住んでいる家は心霊現象がいろいろあり、うん、私の家でお墓から徒歩1分もないところに住んでいます。おお、近いんだ、墓が。7年くらい前の体験ですが、夜寝ていると、男性の顔だけが私の胸のあたりに入ろうとしました、うん、怖くて入らないでと力を込めましたが入ってしまいました。あれは何だったんだろうと思っています。それと別ですが、なんで笑ってんの。夏にリビングで一人寝ていると耳元で、うん、こんばんはと男の声で起こされました、うん、びっくりして飛び起き、もしかして泥棒玄関を見ると、うん、玄関が網戸のままでしたが、私の中では幽霊だと思いました。怖くて閉めに行くことができずにいると、うん、主人が起きてきたので男の人がと話をして玄関を閉めてもらい、トイレについてきてもらって寝ました、うん、その件以来一人では寝れなくなりました、うん、まだまだありますが、住んで23年慣れているところもあり、別に悪さするわけじゃないし、うん、と主人は言っております。2階建ての家でどうも玄関から2階へ霊の通り道になっていて、無縁仏の霊などもおいでおいでと呼ばれて通っていると言われたことがあります。ということでいただきました。いや、全然笑うとこないじゃない。いや、胸のあたりに入ろうとしてきてさ、顔だけがさ、うんうん、怖くて入れないでって言って力を込めたけど入ってしまいました、うん、あれは何だったんだろうと思ってますってさ、入ってまんまなんだと思って、あ、抜けてないしそのまんまで、そういうことね、超気になんないのかなって、うん、なんかこれはこれでもう終わりですっていう感じが、うん、まあね、ちょっとええってなったんですよ、ね、私を去った男の一人ですみたいなね、うん、タイトルが私の中に入ってきた男と耳元で声かけた男っていう、黄昏流星群のタイトルみたいな、なんか、リアクションがなんか俺の中がんってなるんだよな、これ確かにね、まあ考えると確かにそうかもしれない。霊が入ってきたことはさ、うん、ないでしょなるか、いやいや、ある人もいると思う、いるよ、そのこう、うん、入るのか通り抜けるのか分かんないけど、うん、自分の体内をこう、スーッとね、吸ってきたっていう話はあるじゃないですか。うん、ある。仮に自分に来た時に、うん、スーッて中に入ったって、うん、か感じがしたとしたらさ、うん、どうする？俺は、マジで言うと、うん、なんか食が変わったりするっていうじゃない？食？うん。あ、なんか食べ、好きなものとか。好みがね。うん、ああ、あるある。変わったりするとか、例えば、スポーツなんか全然好きじゃなかったんだけれども、スポーツをしたくなったりするとかさ、はいはいはい、なんかそういう風な、心臓移植とかさ、うん、臓器移植した時もあるじゃない？たまに、ね。記憶が残ってるみたいな話があったりするし、うん、それを楽しむかも。楽しめる？それ。うん、俺は楽しみたい、それを。なんていうの？変化がさ、うん、目に見えてあるならわかるんだけど、うん。でもそんなないでしょ。なんもなかった場合、すっげえ俺気持ち悪いんだよね、うん、そのなんかが入ってるんだろうなっていうのがずっとあるってことでしょ。それは僕その投稿者さんと一緒であんま気にならないかも。あ、そう、うん、まあいっかって感じ。楽しみたいになるかも楽しみたいなのかな、うん、だって樹海ってさ、首がおかしくなった時もさ、うん、もしこれが呪いなんやとしたら、うん、はいはいはい、これ楽しみたいからこと病院行ってないのよ。それから1週間ぐらいね、はいはい、だけれども本当に痛くって、うん、鍼灸院行ったらさ、針行ったら、うん、一撃で治ったのよ、うん、ああやっぱり呪いでも何でもなかったんだなって思ったんだよねいや、わかんないよ、だから楽しみたかったね俺。呪いを鍼灸院が取ったのかもしれない、言ってんすよ、うん、その先生は、うん、俺の針そんな力あったのかって言ってましたよ。いやいや、だから可能性としてはそれもあるから。いや普通にここ凝ってますって言われましたよ。うん、まあ、この針があって凝る呪いかもしれない。いやいや違うでしょ
いや、なんで違う。なんで？わかんないよ、それは。いや、首使いすぎですよ。結構下向いてるでしょって言われて。うん、そこボコッと腫れてるから、ここちょっと。編集とかね。そう。で、そこちょっと針打って、うん、それで治ったから。あ、そう。だ楽しみたいはあるよ、やっぱり。なんか、変化を。平常心でいられんのかな、うん、まあ、すげえ不思議だな。まあ、キショさんみたいなガールはさ、レイディーは。なんつうか。レイディーは怖いよね、そういうことがあったら。で、僕みたいなさ、やっぱり強い男は、うん、まあ、変化を楽しむぐらいまでいきますよね。おー、変化ね、うん、まあ。まあまあ、入ったらね、うん、そうやってられるか分からないですけども。疑、うん、ってるんだ。はい。じゃあ次行きたいと思います。マミーさんからいただきます。マミーさん、ありがとうございます。はじめまして、階段大好きな看護師をしているマミーです。うん。ありがとうございます。毎朝、娘のお弁当を作りながら聞かせていただいています。ありがとうございます。2月の岸本さんの回だったと思いますが、うん、幽霊と握手の話、うん、ヤースーさんのユタのおばあ様が霊を払うときに掴んで投げた話、あーはーはー、霊に触れられるかですが、うん、私は勤務先の病院の建物の外で、霊とぶつかったことがあります。おお、その日仕事を終え駐車場まで歩き建物の角を曲がった瞬間に反対側から来た男性とぶつかりました。ぶつかった瞬間男性があっと声を出し、うん、尻餅をつき倒れたんです。私もびっくりしてすいませんと謝り地面に尻餅をついた男性を起こそうとし自分の手を差し伸べました。差し伸べた先を見たら地面には誰もいなかった経験があります。その当時は気のせいだと思っていたのですが確か初音さんも旅館の廊下で霊とぶつかった同じような体験談があったと思います、うん、この体験が霊に触れることになるのかは分かりませんがお便りさせていただきました。そしてあっと驚く霊のことですが同じく不思議な体験をする弟に話したら俺も同じような驚いた声を出した例の話があると教えてくれました、うん、弟の体験談もなかなか面白い話なのでご興味ありましたらお伝えさせていただきます、はい、ということですね。はい、マミーさんですけどもありますありますそういう話。幽霊、うん、触れる触れない問題、はい、ありますよね。ありますけれども、下北沢にさ今ないんですけど、うん、空間リバティっていう劇場があったんですよね。え、もうないんだあれ。いや、この間ね、芸人さんがよくやってたもんね。そうそう、この間夫婦でもって下北歩いてたのよ。うん、ほな空間リバティよう見てたよな俺らなって言って前通ったら、うん、なくなってたわ。ないんだ。見つけられなかっただけなのかな。移転したのか分かんないけどなくなってたよ。へえ、うん、まあライブハウスはね、そうそう。一気に潰れた時期あったからね。多分コロナ禍なんでしょうね。うん、で、亡くなってて、で、まあ、そこの空間にあった時にね、うん、要芸人さんが出入りしてて、で、うん、そこで出場していたある芸人さんと僕は仲良くって、うん、見に来てください。いいネタができたんですよ、と言われて見に行ってたの。はいはい、で、ああ、面白かったよ、って言って話してたら、うん、実はこの間ね、面白いことがあって、うん、で、あそこの空間リバティがあるところでね、劇場で。あれ何階とかだっけ。なんか。そう。上の方。ビルの上の方で。そうそうそう。そこで、うん、まあ、ネタあるからね。ネタ合わせしなきゃってことで、そこそういうように、うん、階段があるからね。そこでやろうと思って、うん、あそこって禁止なのよ。なんかね、ネタ合わせ。迷惑な人からでしょ。そう。お店があるからね。あるある、うん。例えば、散髪屋とかさ、飲食店とかがあったから、そこでできないから、うん、みんなそこを抜けて、路地でやるのよ。うん、で、二人で持って、路地抜けようと思ったら、このネタだって、なんかだって、トーンと何もないところで、うん、痛ーって思って、その痛みも残ってんのよ。なんか硬いもの当たったっていう。はいはい、なんか転んじゃったーって言ったら、横に相方もこのネタのよ。うん、痛ーって言って、恥ずかしそうに。え、どうしたのって言ったら、目の前に壁みたいなのがあって、それにぶつかって転んじゃった。え、俺もってなったって話があって、うんうん、あれって塗り壁なんすかねって言われたの。うんうん、おもろいなと思って。で、水木しげる先生も塗り壁になったって話があるし、はいはい、あ、そうかもなだからこれ幽霊に当たったって話で言うと、ぶつかって転んだっていうコンビ、二人ともですからね、しかも。見えない壁みたいなことよね。だから下北にいます。塗り壁がいるっていう。なんかそんな言ってましたね、前。そうそう、前も言いましたけど。うん。
なんかさ、触れるそれさ、うん、他にもそれ体験してる人いなかったっけ？中澤武史さんのご友人。そうだよね。うん。いや、だいぶ、そこの、なんか周りそうですよ。にはなんかあるのかもしれんね。マクツですよ。マクツ？皆さん、マクツですよ、下北。マクツ。マクツ。ま、ま、魔界の。魔の、魔の洞窟の靴。うん、マクツですね。下北って。ちょっとあんまり、こう、ピンとこない感じはありましたけども。マクツでしたね。そうっすか。うん、でも、その、さあ、うん、意識して触るのって難しいわけじゃないですか。うん、その、見えないからね。見えないから。うん、やっぱ偶発的にぶつかるってことは、うん、あっちもその瞬間は、うん、ぶつかると思ってないってことよね。そっか。確かに。おっとっとっとって感じ、あっちもね。うん。うんなんでぶつかれちゃったんだろうっていうことなのかな。あっちもね。あっちは。うん。確かに。オンオフってできんのかな。そう。触ろうとする。それでも。時だけ硬化するみたいな。それさ、できるならめちゃくちゃやるよね、でも。やるよ。あの。なんでもやるよな、なんか。めちゃくちゃやるよ。なんか、いやだからそれありにしちゃっていいのかなって例えば、ちょっと思うわけ。死後。うん、あの、マクツでもいいですわ。歩いて行って、うん、で、自分の体を硬化してその瞬間だけね、うん、物に触ることができるとしたら何を触るんですか、あなたは。別になんか、その、これっていうのはないけど、うん、ズラの人のズラをこうさ、うん、浮かしたりとかさ、うん、なんかそういう単純に自分がその日、はい、その瞬間したいことをやると思うけど。うん、悲しいね。寂しいね。ちょっと浮かして、ついていくとか。そういうことね。うん、寂しいね。悲しいね。何やんだよ、じゃあ。何が正解なんだよ、それ。俺は、抱きしめますよね、奥さんをね。いやいや。うん、もうそれ、あるから。あるから。ゴースト、ニューヨークの恋人であるから。ニューヨークの、幻じゃない。ニューヨークの幻じゃない。ニューヨークの恋人はだって別でしょ。ニューヨークの恋人は違うか。あの、過去から、ふっとニューヨークにタイムスリップしてくるって話でしょ。うん。うん、お好きな話やから、メグライアンの。馬乗ってね、うーんつって。なんだっけ。白馬の王子様みたいなやつね。ろくろ回して。ニューヨークの幻ですよ。やったらいいんで。うーん、でしょ。いいんですよ、それは。古いし、どっちもほんで、映画。何なんだろうなこの、でも、触る、触れないは、ちょっと、気になるんだよな、うん、でも、触ってみたいよね。幽霊を？うん。でも、触れるとこありますよ。なんかあるよね、それ。うん、ちょくちょく聞くんだけどさ。田中さんと。座敷わらしのとかさ。そうそう、僕でね、いろいろありましたけど、それ座敷わらしのね。触れたって言ってたよね。ピリピリってする。田中さん。そう。俺はちょっと、別で、あの、まあ、そういうとこがあって行きましたけど、僕は何も感じなかったんですけど、うん、ピリピリするって言ってましたし、あとは、その、皆さんで、今幽霊がいるんだよっていうところに行って、あ、確かにここすごいって言うんですけど、俺だけ何も感じないみたいな。うん、で、いや、何も感じませんよ。嘘ついてるでしょって言ったら吉田さんが、感じるでいいだろ、別に。黙ってろ、お前って言うんだよ。それは良くねえだろ。じゃあ感じるんですか、吉田さんって言ったら、いいだろ、どっちでもみたいなのはありました。っていうのはありました。いいじゃん、今。もう、黙ってろ、お前。前あったな、投稿で、うん、あの、うん、なんだっけ、スクイーズっていう、うん、なんかあの、スライムみたいなやつ、はい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 。と同じ感触だよ、みたいな言ってる人がいたな。うん、ありましたね、そんなもんね。うん。感触ね。まあ、ちょっと、これは引き続き、触れる。情報あったら、欲しいな。そうですね。はい、ありがとうございます。ごまさんですね。ごまさん、ありがとうございます。いただきました。しもんさん、はやすさん、はやすさんの奥様、こんにちは。こんにちは。一年くらい前からすっかり都市ボーイズにはまって、休みの日に YouTube 視聴、通勤時には都市みなを聞かせてもらっております。あ、嬉しい。ありがとうございます。初めて投稿させてもらいます。うん、自分は特にオカルトとは全く無縁の食品会社の平社員なので、うん、変わり映えのない日々を過ごしていますし、霊感もないので特にこちらに投稿することはないだろうなと思っていたのですが、一度だけ職場で霊魂を信じざるを得ない現象が発生したので お知らせしたいと思います。それはすごい。職場の同僚 M さんが癌で手術と入院をするので仕事を
休職することになり、うん、私が彼の仕事を引き継ぐことになりました。彼が使っていた会社支給の携帯を私が使うことになりました。 M さんは闘病の末他界してしまいました。仕事熱心だった M さんにとっては無念だったと思います。職場で上司がミーティング前に報告してみんなで黙祷して M さんを忍びつつみんなでしくしく泣きました、うん、翌日からちょっとした怪異が起きました、うん、携帯かっこ M さんが使ってた会社支給のものから着信があり、うん、出るとザーッという砂嵐の音が聞こえ、怖いね、相手の声など全く聞こえません。電波が悪いにしてもとにかく一旦切らないとずっと砂嵐が鳴っているので一度切りかけ直したりもう一度かかってきたりすると通常に使えることができました、うん、機械が故障しているのかもなと思いつつ様子を見ることにしました。そんな現象が 4,5 回起きて1週間くらい経った日に M さんの奥様が職場にいらっしゃって、うん、初なのかが終わりいろいろお世話になりましたと挨拶に来てくれました、それ以降携帯の砂嵐現象はパッタリ読みました。おそらく仕事熱心だった M さんは職場で霊魂をさまよわせて携帯から仕事をしようとしていたんじゃないかなと思わざるを得ません、うん、そして初7日で、成仏されていったのだと。声が聞こえたとかではなく砂嵐ってのは何なんだろうと思うしあまりにも微妙な現象なので誰にも言ったことはありませんが果たしてこの現象はどうなんでしょうか。以上です、これからも年越さんを応援しております、岸パス会林さんの奥様気候会が、呪物愛会が好きですということでいただきました。はい、ありがとうございます。ね、まあ亡くなった方のものを引き継ぐというね、うん、あんまりなさそうな感じの状況ですけど、なんかあれって本当なんですかね。亡くなった人の携帯とかあと犯罪者の電話とかをんなんかそれが中古で売られて、うん、それを買った人がそのまま引き継いじゃうみたいな、あれほんまなんですかね。あれって要はなんか話聞くじゃないですか、都市伝説みたいなんで。あるとは思うよ。うん、それこそメルカリでそういうの出てたりするからね。ああ、端末だけね。うん。うん、初期化はしてるけどね。うん。で、それで分からずに電話してきてみたいな。ああ、どうだろうね。その番号は生きてるからさ。そっかそっか。みたいな。うんうんうん。まあまあ、昔からそういう話ってありましたよね。あると思うけどね、うん、全然普通にあり得る話だと思う、うん、さ悪いやつだと拾った携帯初期化してそのままメルカリ出すみたいなとかいるからね、うん、おーすごいね。あ、うん、初期化っていうかそのまま出さず、うん、あそうっすか、すごいね。ちょっと怖いよね。うん、結構怖いですよ、悪用されちゃうっていうのはね。あと拾って買っちゃうとかもね、うんうんうん、それをね買っちゃうとかもあるけれど、この間さ、まあちょっと職種もちょっと言えないんですけど、うん、まあある接客業をやられている方から話を聞いて、うん、その人っていうのがあるものを売ってるんですね、お客さんに対して、うん、で在庫管理をしている方がいらっしゃってて、その人が在庫管理をしてるんだけれども、その時に抜いちゃうんですよ物を。それを個人的に人に売って儲けにしたんですね、自分の。犯罪ですよ、完全に。完全に、横領的な、うん。そうそう。横領とは違うな。だけれども、言えなかったんですよね、みんな、うん。ちょっとその人が、うるさくって。うん。あと、うるさくって言えないんだ。うるさく。なおかつ、うん、言うて、そんな、大したもんじゃない。でっかいもんじゃないから、あまあまあまあ。まあまあ、いっか、もう、ほっとこうも、揉めるのも嫌だし、って言って、ほっといたんですよね。めんどくさいね、ちょっと。そしたら、ある正義感がすごい強い人が、まあ、その人とバディを組むわけです、ある時ね。はいはい、で、それに気づくんですよね。あれあれお前抜いてない、うん、ってなってで、うわーっと揉めるんですよ、うん、でその人がちょっと体を壊しちゃって抜けるんです、そっから、うん、そしたらもうその時に抑制されてたもんだから、うん、もっといったれってなってもっと大きいもんを盗んで売るんですよ。怖っ、うん、そうそう。で結局、うん、その何かしらで抜けた人がいるんですけど、うん、その人がずっとその人のことを恨んでて、うん、お前抜いたりとかしてんなよとかって言ってたからね、うん、その人がそのもう正義感がすごいから恨んでて、う
辞めさせたい、うん、その人が病気で抜けて亡くなられるんですけど、うん、その日にその抜いてた人も事故で亡くなるんです、うん、で同じ日に、へえ、だからもしかしたら連れて行ったんじゃないかみたいな正義感、そうっていう話をしてました。偶然ではあるんだけど、なんか気持ちが悪くて、まあ、悪いって言ってました、その人がね。まあでもほっとくかな、どうするかね、まあ偶然やと思うんですけど、だけれどもなんか社内の間ではもうそのことは言わないようにしようって言って、まあまあ、その会ったことすらね、その同じ日に亡くなられたっていうことも言わないようにしようって言って、全く誰にも言わないし、自分も辞めてそれから何年も経つんだけれども人にも話したことがないって言ってて、へえ、うん、連れて行かれたのかなみたいな。なるほど。俺さ、うん、今のあのお便りで言うと、うん、あの電話、うん、でノイズみたいな、うん、砂嵐みたいな、ザーってなるってさ、はいはい、あの何回か経験してて、え、うん、っていうのはあの電話するじゃん、うん、したらその人は霊感がめっちゃ強いんだよね、うんうん、であの今までも何回もあったらしいんだけど、うん、電話してて相手が急に喋るのがなんかうまくできなくなるんだって、うんうん、で何どうしたのみたいなのを聞くと、うん、あのもう砂嵐がすごくて、うん、全然喋れないと、うん、もうこっちそっちが喋ってるのが全部砂嵐みたいになる、ザーザーザーみたいな話すと、はい、ザーって本当になって、で喋れないっつって、うん、で一回切って、でもう一回やるとまた治ったりするらしいんだけど、うん、またしばらくするとザーってなると、うん、で不思議なのはその霊感が強い側は何も聞こえないのよ、うん、で受ける側だけがなぜかその砂嵐をこう聞こえるみたいな、ない側よね、だから、うん、そうそう、うんうん、っていうのをがもうずっとあるらしいんだよね、うん、でそれちょっと取材がてら話聞いた時に、うん、あの本当になったんだよね、あ砂嵐、そう、うん、で何が原因なのか全く分かんないんだけど、一、うん、回切ってまたちょっと話せるようになるんだけど、またすぐなるんだよ、うん、で機械の故障かなとかも思ったんだけど、うん、あのもうずっと鳴り続けてるらしいよ、その、うん、だ同じ人で違う人に電話しても鳴るわけだから、うん、機械じゃないと思うんだよね。あのまあ、それってあれでしょ、 iPhone とか Android の時代でしょ、当然、うん、そうそう、でさ、それよりも昔のさ、うん、時代でさ、うん、そんなその電話してたら砂嵐になるなんてことは僕一度もないの、経験がね、うん、18から出てきた時に電話をいただいて親にね、うん、買ってもらって、それからずっとですけど一回もないのよ、うん、ないんじゃない、そんなこと。そうなんだよ、俺一回もないよ。で電波が悪いとかだと、うん、あれじゃん、聞き取れない、途切れるじゃん、うん、途切れるじゃないの、ザーっての結構やかましいの、もう本当に会話できないあ、じゃあもう本当にテレビで爆音で流してるみたいな、うん、うん、で怖いじゃんそれ、怖いよ。でそれをあのね、霊視できる人に、うん、あの持ってったんだって、うん、でそれ聞かせたんだって、うんうん、それを、うん、したらもう、あもうこれやばいやばいやばいっつって、うんうん、すぐ言われて、うん、でなんかやっぱり何か邪魔しようとしてるみたいなことらしい。じゃあその電話してるけれどもその場に何かがいて、うん、でその砂嵐を起こして、そうそう、その霊感の強い子に何かがいてコミュニケーションとのの邪魔をするみたいなことっぽい。そっか、本当かわかんないけど、それは深夜の霊でしょうね。なんどういうこと。砂嵐深夜じゃん。いや不思議なんだよなそれ。いや確かにそれちょっと怖かったよこれさ、うん、言葉で言ったりとかさ、うん、文字で見るとさ、うん、電話してたら砂嵐の音があってそんな怖く感じないかもしれないけど、うん、直接これ聞いたらめちゃくちゃ怖いよね。怖いよねえ、電話した砂嵐って、うん、あの気味悪い。テレビでさ何かやってんかなと思ってつけてさ、ふっとなった時でさ怖いのにさ、うん、そうそうそう、電話してる時に流れるって怖いよ、まあね、
誰もいない時に何もしてないでテレビ勝手につくだけでもさ、そうよ、十分怖いから、ね、怖いよ、うん、もうみんな慣れちゃってるからさ、うん、そういう話にさ、そうそう、何も感じないかもしれないけど、うん、確かにね、実際やっぱあの自分が体験するとね、うん、怖いっすよね、気持ち悪いってなる。最近さ映画でさ、うん、まあその洋画でも邦画でもなんですけど、いろいろ見させてもうってホラーね、うん、最近で一番怖かった描写って、うん、ある女性が一人でその電話してんのよ、うん、で電話してたらその電話の中で電話の音が鳴るのよ、うん、電話してんのにプルルルルルルルって、え、電話してるの今みたいな、うん、ブルルルルルってなるって、その描写が一番怖かった、リアルで。やっぱそういう細かいことがやっぱ怖いのよ。まあ、そうよね、うん、リアルになんかありそうなレベルでさ、だから国旗で電話してるのに電話かかってきてるから自分に ね、 なるほどね、取れないのよその電話を、うん、ええ どうしたっていう、うん、その本当にただただそんだけなのよ、困惑するっていう、別に化け物が出るとかじゃなくて、それが一番怖かった俺最近で。あまあね、うん、そう、ちょっとね、あの思い出しました。だからこのね、お便りの方も、うん、多分そ本当にそうだったんじゃない、霊の、そういうこと、霊にまつわることだと思う、うん、しかも引き継いでるものですからね、うん、なんかあったんだやっぱりということで、うん、ね、あのいろんなジャンルのお便りありがとうございます。はい、ありがとうございます。そろそろもうお便りワングランプリ、はい、あのもう12月入りますので、そうですね、あと1ヶ月ぐらいということですから、うん、この間その視察だったのかな、ちょっと伺ってきてたんか、俺と一斉さんがイベントやったんですよ、うん、そこには謎の格闘家が現れてて、あ、はいはい、僕と一斉さん の、 そのオカルトでも何でもないただのトークのイベントに来るわけないんですよ彼が、うん、完全にこれ取りに来てるなと思いましたね。なんで、うん、そのイベント感想で取りに来るってしてる、イベント感想というよりは今どういう趣味趣向なんだろうこいつはみたいな、あ、そういうこと研究したいんだ、僕らが選びますから、うん、僕らのやっぱ好き好き好き嫌いっていうのをやっぱりちゃんと分かってないと狙えないんですよ、うん、あいつだ取りに来てんじゃないかなと思いましたね。興味あるわけないもん、それはさ、俺と一斉さんのイベント、いやいやいや、こいつ意外と何でも行くかもしれないから、すわっと思いましたよ、うん、あいつ狙ってんなと思いました。まあでもね、あの全然誰にでもチャンスありますので、誰にでもチャンスありますから、ぜひ送っていただきます。はい、ぜひお願いします。はい、我々ですね X やっております、はい、そちら最新情報ございます、ぜひ確認してください、はい、ディッシュボーイズで検索すると出てきます、ブログもございます、過去のアーカイブはそちらに全部残っております。トシボーイズメールございます、トシボーイズメール、トシボーイズ02@gmail.com、トシボーイズ02@gmail.com でございます。ご意見ご要望お便りお願いします、はい、さらに、お仕事ご依頼の方はホームページの問い合わせフォームからでお願いします。以上でございます、はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。イルミナイルミナイルミナ、明日明日。